国一周車中泊の旅。カツオの旬は3月から5月の北上している時の初ガツオと、 Uターン後の南下している9月から10月の戻りガツオの年2回あります。初ガツオは餌場に向かう途中で水揚げされるため、赤身でさっぱりとした味わいが特徴で、逆に戻りガツオは餌を捕食しているため脂が乗っています。もともとカツオのたたきはポン酢で食べるのが主流だったそうですが、明神丸ではカツオを天日塩で食べる本場土佐流の食べ方にこだわっています。塩で食べるとカツオの甘みが増して旨味が直接感じられます。水管塩と同じお店秘伝の柚子ポン酢も美味しいです。リコちゃんは食べてないから知らんけど。カリカリご飯やで。ベクハイとは高知のお座敷遊びで使用される杯です。杯に穴が開いているため、指で穴を塞がないとお酒が漏れてしまいます。このため飲み干さないと下に置けません。また底がコマのようになって飲み干さないと置けない杯もあります。リコちゃんは子供の時に川阿蘇に似ていることで
有名です。ピコちゃんもがっかりしたかったな。雨に濡れた坂本龍馬の顔は汗をかいているのか、泣いているように見えます。そして龍馬が見ているのは、この日の荒れた土佐湾の海のように激動する日本の姿だったのかもしれません。おやすみなさい。